ハイプレボルドメ求人です。衝撃発言、阪神矢野監督今期限りで退任発表、ファンの間では早くも公認予想もということでございまして、阪神の矢野監督でございます。今期で4年目のシーズンになるんですけれども、なんとねキャンプ前の今日の取材で、今期限りの退任発表されたということで、かなりね驚きましたね。このタイミングなんだというところでございますが、まずねじゃあ記事から見ていきましょう。はい、阪神矢野監督が今期限りで退任へ。阪神の矢野明弘監督が31日沖縄県内のチーム宿舎で2月1日スタートのキャンプに向けて全体ミーティングを行った。終了後の、取材で今シーズンをもって退任しようと思っている、選手にも伝えたと話し、選手に今期限りで監督を退く意向を伝えたと明かした。キャンプイン前日の辞任表明は異例で衝撃的な形で2月1日を迎えることになりそうだということですね。矢野監督は18年オフに当時2軍監督から1軍に昇格、3年目となった昨年はシーズン、終盤から独走態勢に入ったがヤクルトに逆転されゲーム差なしの2位で終了。16年ぶりのリーグ優勝を逃していたと。19年に就任した際は3年契約を結び、昨年で3年が終了。昨年オフには新たに1年契約で合意し今期に臨んでいたということでございます。はい、ということで、ミーティングなどの取材で、発表したということになっております。なかなかねやっぱないパターンなのかなと、まだキャンプも始まる前の退任と、選手だとねたまにあるんですけど、監督がこういう形でっていうのは本当に異例なのかなっていうふうには思いますので、かなり驚いた方も多いんではないでしょうか。はい、では矢野監督についてねちょっと見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。矢野明弘監督ですね。一軍監督になります。出身地は大阪、1968年12月6日生まれ、53歳、181cm 81kg、 現役時代はポジションキャッチャーで右投げ右打ちの選手でございました。監督コーチ歴は阪神のみでございまして、阪神での監督歴は、今年で4年目になります。中日時代は控えに甘んじていたが、98年に阪神へトレードされると、すぐさま正捕手を勝ち取ると、そこから長年阪神を支え続け、2度の優勝に貢献します。2010年に引退後は評論家や解説者、日本代表でバッテリーコーチも経験、そして15年に阪神の1軍作戦兼バッテリーコーチに就任します。そこから2軍監督を経て、19年から1軍監督を務めているということですね。はい、で矢野監督に関してはですね、順位が1年目3位、2年目、2位、そして昨シーズンの3年目は2位ということで、しかもこの2位っていうのがですね、ヤクルトとゲーム差なしの2位ということなんで、勝率的にはですねどんどん右肩上がりで、行っていたということでございますので、順調にね見えておりました。3年連続 A クラスということでもありますので、やっぱこれは立派かなっていうふうには思いますし、阪神のね監督見てもどっかで B クラスにはなっているので、これは普通にすごいことなのかなっていうふうには思います。ただですね、今回、今期限りで退任を発表されたということでございますので、どういう形かっていうところねちょっと気になりますので、一問一答がございますのでそちらも確認していきましょう。はい、では矢野監督の一問一答ですね見ていきましょう。取材に関してはですね、まず今の心境はということからお聞きされておりました。それに対して矢野さんはやっぱりワクワクしてますし、ドキドキしてるし、どんなシーズンになるんやろうというねワクワクしてる感じですと。はい、そして全体ミーティングではどんな話をと聞かれですね、サーレスが抜けた穴というのはチーム戦力的にはかなり大きい部分なんで、でも若い選手やピッチャー陣にとって一枠空いたんで、それは大きなチャンス、野手がもう1点取れれば、ピッチャーは楽になる、しっかり守ってやれば穴は埋められる、現状はダウンという、ような感じかもしれないけど、キャンプが終わった時にレベルアップできているというね、そういうキャンプにしていこうという話をしたのとということで、まずね前半で、チームのことをお話しされておりました。はい、そして、ここからですね、もう一個は俺の中で今シーズンをもって監督は退任しようと思ってるんで、それが選手たちに伝えたからって選手にどうしてほしいとかそういうことではないけど、俺も選手たちに後悔のない野球人生を歩んでもらいたいとか、昨日の自分を超える日々を過ごしてほしいと言ってる中で、俺自身退路を決めることで監督として今日の挨拶も今日が最後だなと思って、気持ちを込めて話させてもらったし、明日の2月1日の1日も、帰ってこない1日だと、その1日も逆に退路を決める、来年は監督という立場でここに来ているということはないんだなという気持ちを持って自分を挑戦していきたい、
それがチームのためにも、選手のためにも申し訳ないけど俺のためにもなるのかなという決断で決めたことだったんで、そういう風に伝えさせてもらいましたということで、まあここでね、いきなり退任のことを語られたということでございます。はい、そして退任を決めたのはというところで、昨シーズン中の続投要請を球団からしてもらっていた時に自分の中でもいろいろ考えることも多くて、決めたのはもちろんシーズンが終わってからですけど、まあ何が一番チームにとっても選手にとっても、いいのかなという中で、そういう決断にシーズン終わって決めましたということですね。なので昨シーズン、終わってからはもう決まっていたということになります。はい、そしてその話を、されて、選手の雰囲気はと聞かれですね、うん、どうなんかな、俺も気持ち入って、話させてもらってるんで、みんなマスクしてるしね、全員の表情はわからないけど、俺も込み上げてくるものもあったし、でもまあスタートなんで、何も後ろ向いてやるためにそんなことを言ったわけでもない、俺が辞める、ということ自体はね、辞めるということで選手に頑張ってくれとかそういうことじゃなくてね、まあ俺も見本、選手の見本になりたい、一日一日、やりきりたいということを伝えさせてもらったんで、俺もはっきりわからんけど思いは伝えたからというのは自分の中である感じです、ということでございます。はい、ということで、まあ、辞めるからってね、どうっていうことではないんですけれども、まあ、しっかり退路を立ってね、今年勝負するっていう、意味も込めての、まあ、このタイミングでの発表だったということでございます。はい、まあね、いろいろ思うことはあるかなっていうふうには思うんですけれども、まあ矢野監督が決めたことですし、やっぱね、監督業っていうのは相当しんどいっていうのはね、聞くお話なので、まあ4年目っていうところで、ここら辺が矢野監督にとっても、まあある意味限界の地点でもあったのかなというふうに思います。今シーズンね、どうなるかはわからないんですが、まあこのことによってね、何か阪神ナイン、いろいろ変わってくるのかもしれませんので、まあキャンプからね、目が話せないのは間違いないんではないでしょうか。はい、というわけで今日は以上です。最後にネットでの反応を拾って終わりましょう。はい、ではネットでの反応をチェックしていきましょう。矢野監督のためにも今年は優勝しないと、2022年こそ優勝日本一にということですね。まあそうですね、ファンの方は、まあそういったね、意識っていうのは当然芽生えるのかなっていうふうには思いますし、これは選手だけではなくね、まあ矢野さん、阪神ファンの方からもね、非常にやっぱ信頼感っていうのはあるのかなっていうふうには思いますので、まあそういったところもね、含めて、やっぱ優勝っていうのは間違いなく見たいかなっていうふうには思います。本当にね、昨シーズン惜しかったっていうのもあるので、まあ戦力的にはね、ちょっとスワレスとか、抜けてきつい部分もあるんですけど、まあしっかりある程度、違うところでね、補えればなというところではないでしょうか。はい、一方こちらも見ていきましょう。藤川が第一の監督候補やと思うけど、まだ早いんかな。藤川と今岡と鳥谷あたりを監督はコーチで、帰ってきてもらいたいというところですね。まあ早速なんですが、やっぱこういう話にもなってくると、まあファンの皆様の間ではやっぱね、この世代っていうか2003年5年ですね、優勝を経験している、まあ人たちにね、戻ってきて、欲しいというところなのかなっていうふうに思います。まあ球団とね、今関係あるのは藤川さんっていうところなんですけど、今岡さんもロッテ退団されて、鳥谷さんもね、現役引退されてっていうところなんで、まあ、来シーズンね、っていうところで可能性は全然あるのかなと。まあ、あと話に上がってくるのは掛布さんとか岡田さんとか、まあ、二軍監督の平田さんあたりかなっていうふうには思います。まあ、ここに上がってない人たちでもね、就任っていうのはあるのかなっていうふうには思いますので、まあ、時間はたっぷりあるので、まあ、矢野監督ここからね、1年間かけて多分阪神フロントも、次期監督っていうのを、まあ、探し立ってくるのかなっていうふうには思いますので、まあ、もちろんね、阪神の、今シーズンっていうのも注目なんですが、まあまあ来シーズンの監督っていうところもね、今から目が離せないところでございます。はい、今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。